クリスティアーノ・ロナウド・マデイラ国際空港は大西洋に浮かぶポルトガル領マデイラ島にある国際空港である。かつてはサンタ・カタリナ空港と呼ばれた。マデイラ最大の都市フンシャルにあることから非公式的にフンシャル空港とも呼ばれた。2016年7月22日、同島出身のクリスティアーノ・ロナウドにちなんだ。 クリスティアーノ・ロナウド・マデイラ国際空港に名称を変更することが地元議会において承認され、2017年3月29日より解消された。1964年7月18日開港。当初は1600メートルの滑走路が2本あった。高い山と海に囲まれた上に短い滑走路しか持たない。この空港は着陸時に 極芸的な操縦を要求するヨーロッパの軽徳空港とまで呼ばれる悪名高い空港であった。1977年11月19日、TAP ポルトガル航空425便墜落事故が発生。その8年後、200メートルの滑走路延長が行われた。沖合から見た空港を。海に突き出た滑走路を支える柱が見える上空から見た。 空港空港は、フンシャルの海辺の大地上にある2000年、滑走路を海側に向かって再拡張する工事が行われた。海を埋め立てるのではなく、70メートルの柱180本で滑走路の構造を支えるという工法を取ったため、海の上に滑走路がせり出すという特徴的な外観を備えるようになった。工事の結果、滑走路の長さは開港当初のほぼ2倍の長さと、 なった。拡張工事は、優れた技術を用いた、土木工事に与えられる、アウトスタンディングストラクチャーズアワードを獲得している。ヒストリーチャンネルにおいて、世界で最も危険な空港第9位、アメリカの技術専門誌、ポピュラーメカニクスによって、世界で最も奇妙な18の空港に選ばれている。ゴールドットコム。ユーロを制したクリスティアーノ・ロナウドが、空港の名前に、 2016年7月23日閲覧。マデーラ空港がいよいよ、c、シーロナウド空港に解消へ、一部では批判も。サッカーキング。https www.soccr-king.jp スラッシュ o r l d w o r l d ワールドスラッシュワールドアザー。So、2017万328。 568,292HTML2017 年3月28日、閲覧。10 Most Dangerous Landing Strips in the World ハットヒストリーチャンネル、Most Extreme Eports ハットザワールズ18 Strangest Eports ポピュラーメカニクス。ありがとうございます。